最近ネットのニュースに出ていましたけども、長崎県対馬にある神社の絵馬に「お前ら日本人は海に沈め、地震が起きて死ね、日本征伐、津波がまた来ますように」といったハングルの落書きがたくさんあるそうです。落書きされた絵馬は、日本人が大学に合格できますようになど願いを込めて書いて奉納したものですから、神社側は勝手にそれを撤去することができないと嘆いているそうです。人の絵馬に落書きをして、するなんて、もう悪質を通り越して、これは僕は人間的に許されない行為だと思います。しかし、対馬にやってくる韓国の人たちはそれを平気でやるんですね。なぜなら、それだけ彼らは日本を憎んでいる、日本に潰れてほしいという強い願望が彼らにあるから、そこまで平気でやれるんですね。また、軍事的に日本を打倒するシミュレーション映画や小説も、韓国では老若男女を問わず、とても人気があります。ムクゲの花が咲きましたという日本を核攻撃する映画があります。そこでは、核ミサイルが日本に向かって飛んでいくシーンになると、観客が総立ちして拍手するそうです。これを見た日本人の人が証言していました。このように、憎き日本をいつか潰してやりたい、小さい時から植え付けられた日本への恨みが、日本を潰したいという夢を韓国人に抱かせてきたんでしょうね。しかし、それは長い間ただの妄想に過ぎませんでした。ところが、貿易が拡大し、国際競争が激しくなってくるにつれて、日本は韓国にとって現実的に邪魔な存在になってきました。韓国では、サンドイッチ現象という言葉があります。決して食べ物のことではないんですね。韓国の製品は、値段で中国や東南アジアの製品にかなわない。しかし、品質面では日本には追いつかない。つまり、韓国の製品が、東南アジアのいや中国の製品と高品質の日本の製品の間に挟まれて行き場がなくなってしまう、それを意味する言葉がこのサンドイッチ現象です。韓国は、安値で中国に勝てません。したがって、品質向上で、道を切り開くしかありません。しかし、日本製品をコピーして安売りしてきて伸びてきた韓国企業に、日本製品に追いつくだけの技術開発力はとても期待できません。で、高品質では日本にかなわず、かといっては中級製品で東南アジア、中国にかなわない。それでは輸出が GDP の50%に匹敵する貿易立国として韓国はやっていけなくなりますね。ならばどうする？じゃあ、手っ取り早い方法、日本がなくなってしまえばいいんです。しかし、日本をなくすといっても、映画のようにミサイルで日本を葬り去るわけにはいきませんね。現実的に不可能です。しかし、やり方はあります。武力の代わりに情報を操作して、外交戦争で日本をやっつけるんです。日本の過去の罪をどんどん捏造して、世界に吹聴して、日本から名誉も誇りも根こそぎ奪い去って、日本の国際的地位を失墜させるんです。情報戦争に負けた日本は、全世界から野蛮人のレッテルを貼られて、侮蔑されて、それこそ土下座を強いられて、活力をもぎ取られます。日本は確実に衰退するでしょう。武力を伴わない、この外交戦争こそが、実は21世紀の新しい戦争の形なんです。また、取り巻く環境も、この韓国の外交戦争を後押ししています。かつて宗主国だった中国が、今や経済大国となり、軍事力でも東アジアで米国に対抗できるほどの力を持ってきました。宗主国の中国を世界の文明の中心と仰ぎ、日本を脅威の野蛮国と侮蔑する小中華思想は、韓国人、朝鮮民族の DNA にしっかり刻み込まれています。本来強い国家に隷属する時代主義の韓国は、中国が強大化するにつれて中国に取り入り、日本を見下す傾向が強まってきました。
両国の貿易関係を見ますと、中国は中級以下の製品では韓国と競合しているものの、韓国がこれから力を入れていくべき高級製品にとって、中国は広大なしかも有望な市場なんですね。そして反日感情がとても強い。歴史や領土問題をめぐって対日恫喝を繰り返していますね。韓国にとって中国はとっても頼もしい親分に見えるんでしょう。中国という後ろ盾さえあれば、もう日本に対しては何を言ってもいい、何をしてもいいんだと、そのような妙な安心感が近年韓国全体に広がっています。そして中国が GDP で日本を抜いたことが確実になったと報じられた2011年の初頭から、韓国のマスコミの反日、不日のトーンは一挙に高まりました。そして、韓国では現実と妄想と恨みが錯綜して、火がつきやすい韓国の世論は、もはや日本と断交しても韓国の経済は大丈夫だ、日本の核を糾弾して日本を国際的にやっつけてしまえ、今こそ千年の恨みを晴らせ、感情の赴くままに、韓国はとんでもない暴走を始めてしまいました。このような国を挙げての反日の嵐の中で、2012年8月イ・ミョンバク大統領は政権末期の低支持率挽回のために竹島に不法に上陸をしました。そして日本の国際競争力は低下したと言い放って、あろうことか天皇陛下に謝罪を求めてしまいました。越えてはならない一線をついに越えてしまったんですね。日韓の感情的対立はこれで決定的となって、あちこちにくすぶっていた火種が一気に燃え上がって、これで日韓は本格的な外交戦争に突入したんです。そして2013年2月新たにパク・クネ大統領が対日外交戦争のジャンヌ・ダルクとして登場しました。彼女の父親パク・チョンヒ大統領は、元大統領は戦前からの日本との関係が大変深く、1965年に日韓基本条約を締結して日本から多額の援助を引き出し、韓国の奇跡といわれる韓国の経済発展の礎を築きました。パク・クネ大統領はそのパク・ジョンヒ元大統領の娘であることから、多くの日本人は彼女の大統領就任によって悪化した日韓関係がこれで改善するのではないかと淡い期待を抱いたようです。しかし現実は全く逆でしたね。これまでの大統領は任期の終わりが近づいて支持率が下がった時に、殿下の宝刀である反日カードを持ち出して、それで任期の回復を迫ってきました。ところがパク・クネ大統領はもう就任時点で反日カードを切ってしまったんですね。親日派の娘という非難をかわすためにというふうによく言われています。しかしそんな甘いものではなかったですね。彼女は反日教育で育ったガチガチの反日家だったんです。もう政治家になった時から慰安婦問題に対して非常にその憤りを持っていたと言われています。彼女はそういった受けてきた反日教育で身につけた薄っぺらな歴史観を披露して、加害者と被害者の関係は千年経っても変わらないという自ら退路を断つような発言をしてしまいましたね。チャンネル登録もよろしくお願いします。